79.5 Radio Mayhem. Hello. Drive. Friday. 皆さんこんばんは。本日金曜日のハロードライブ、ハロドラは道重さゆみとアンジュルムの上國料萌衣とアンジュルムの川村彩乃の3人でお送りします。この番組では月曜日から金曜日まで夜11時からの1時間、現役ハロープロジェクトと OG を中心とした日替わりメンバーが深夜のドライブタイムやお休み前の皆さんに夜な夜な今時の女子トークをお送りしていきたいと思います。はい、本日11月10日はトイレの日だそうです。そして他にはエレベーターの日もありますし、ハンドクリームの日、オルゴールの日などいろんななんか日があるんだね、今日は。すごい。まあでも女の子だからね、私たち、はい、ハンドクリームとか、はい、何ですか、持ち歩いたりしてる？はい、私は冬になるといつも持ち歩くんですけど、私は結構サラサラした食感のハンドクリームが好きで、結構ハンドクリームってこう保湿をするじゃないですか、しっとりとね。そうなんです、だからサラサラしたのを見つけるのが難しいんですよね。あ、そう、意外とないか。そうなんです、あまり見つけなくて、でもあ、サラサラしてると思ったらもう絶対買うようにしてます。ふとした出会いがあるんだね。なんか香りとか好きな香りとかもある？香りはさっぱりした匂いが好きです。あ、柑橘系っぽい。あ、わかる。私もです、涼しい匂いが好き。神子も？私もハンドクリームあんまり普段使わないんですよ。まあ若いからもうだってもうしっとりしてるもんね、つけなくてもカサカサなんですけど。乾燥しないでしょ。でも勝田里奈さんが使ってた柚子の香りのハンドクリームがものすごいいい匂いで、くださいって言ったんですけど、くださいって言ったはい、でも、くださいって言ったの、かわいそう。その匂いが今までで一番好きです。あ、そうなんだ。柚子、柚子の香りあったら買ってくるね。はい、ありがとうございます。ということでね、まあ、今日はこの3人で金曜日お送りしていきたいと思います。1時間最後までお付き合いください。まず最初のコーナーはこちら、深夜のパジャマ女子トーク。このコーナーは全曜日共通のお題ボックスに入っているテーマをランダムに引き、それを元に女子トークをしていきます。お題ボックスの中には各曜日のレギュラーメンバーが聞きたい話したいテーマを入れていくシステムです。はい、では早速じゃあ彩乃ちゃんからお願いします。行きます。どあ、おおお、行きます。はい、じゃん。今一番したいことは、みやびと書いてあるので多分夏焼きみやびさん。あ、夏焼きさん、みやびちゃんから。はい、一番したい、幅広くてむずいね。したいこと、あ、思いついた。あやのちゃん、違った。ちょっと違いますね。はい、あ、じゃあ神子、あります。私はアンジュルムでワールドツアーをしてみたいんですよ。行きたい場所とかもあるの？私はヨーロッパにも行きたいんですけど。似合いそう。いや街並みに神子いたらもうモデルになりますね。それだけで絵になるね。いっぱい写真撮っちゃう。カメラマンとして行っていいかな？いや、ぜひ来てください。いいですか？でも、この前アンジュルムのメンバーとその海外の方が、それなんかすごいたくさんのファンの方が動画を作ってくださったらしくて、それをみんなで見てたんですよ。なるほど。それがなんかすごいなんか感動して、だからなんかいつか行くから待っててくださいっていう感じです。ね、世界中の人がね、アンジュルムのこと応援してるだろうからね。一人一人が動画で日本語で話してくださってて、すごい。そうです、鳥肌立っちゃった。一生懸命勉強してくださったんだと思ってねえ、はい、多分その思いを伝えるために日本語勉強したかもしれないしね。はい、すごいね、伝わってきましたね、その愛が。いいね。だからいつか絶対したいなと思います。いいですね。はい、私は今一番したいのはハロウィンの仮装はできなかったので、次はクリスマスのパーティーで、クリスマスのツリーとかサンタさんとかトナカイさんとかになりたいなって思います。トナカイさんとかになりたいんだ。はい、アンジュルムのメンバーと一緒にクリスマスパーティーできたらいいなって。めっちゃ仲良しだね。はい、もう本当にパーティー絶対楽しいですよね。だって基本アンジュルムメンバーでって言うもんね。ハロドラメンバーでとは言わないもんね。ハロドラメンバーでもしたいって言っちゃう。絶対アンジュルムで、なんか地球割るとしたらアンジュルムメンバーでみたいな、ハロドラメンバーでとは絶対言わないもんね、みんなね。いいんだよ全然。ちょっとまだ緊張しちゃって。そうだよね、全然いいんだよ。じゃあ私は、じゃあしたいことはじゃあやっぱりこうまだちょっと一個壁がある感じがしたから、こうみんなで一日中カメラもなし録音もなしのお出かけにしていきたいです。はい、いいんだー。かわいい。本当にリアク
ちゃんかわいすぎてやばいね。なんかそういうのしたらなんかこうカメラとかもなかったらよりこうなんか、はい、なんか距離が縮まるかなみたいな、はい、思うからどうでしょう。はい、すごい。そしたらどこ行きたい？どこ行く？富士急。あ、富士急行きたいです。あ、いいね。あのジェットコースターとか好きなんだ。好きです。あやみ先輩は苦手ですか？私は富士急の富士山は何回か乗ったことあってもう一生乗らないって決めてる。もうほんと怖すぎてもう心に決めたの。そうなんです、ね、誰に何て言われようともう乗らないって、はい、だからでも神子になんか上目遣いで言われたらちょっと考えるかも。ならね、それならいいかなと思って、はい、じゃあ富士急にねいつか行きたいです。ね、それでね、まあ、より仲を深めたらいいなって思いました、はいはい、じゃあ続いてじゃあ神子に弾いてもらいましょう、はい、壁にします。はい、自分の一番見られたくない瞬間は中島咲さんからです。いっぱいありすぎてどうしよう。お、見られたくない瞬間。あ、でも私道重はやっぱ家に帰った瞬間、はい、まず前髪も全部上げて髪の毛も全部上げて、はい、まあ、メイクももちろん一番に落とすんだけど、その瞬間はやっぱ見られたくないかも。前髪って大事じゃん。大事ですね。そうなの。私も結構おでこ見られたくない人だから、はい、こうその全部上げた感じは、はい、なんかブログとかにたまに上げる分には、まあ、なんかちょっといい写りを出すから大丈夫なんだけど、なんかその瞬間とかは見られたくないかも。そうですね。それは私も一緒かもしれないです。おでこ本当に嫌ですもんね。そうなの？あの先輩、私おでこがちょっと広めなんですよ。あ、そうなんだ。で、でも先輩たちが普通にライブ中に、うん、あの自由ななんか、うんうんうん、曲中フリーランスみたいなところとかでおでこを上げてくるんですけど、仲いいね。楽屋裏でも本気でやめてくださいって言うんですけど、絶対にやってくるので、あ、もう嫌がる姿がまたより可愛いでしょ。本当に嫌です。あの 結構本当に嫌がってるね。はい、はい、本当に。あ、じゃあ一緒だね。やっぱ前髪を上げられるとね、はい、ちょっと恥ずかしいよね。はい、あやのちゃんは？私はあの起きた瞬間ですね。あ、全然大丈夫そう。あやのちゃんとか、もう一番見られたくないですもんね。もうだって今起きてるのか寝てるのかっていうことが分かんない状態じゃないですか。ふわふわだってことか、起きる瞬間だからもう、はい、どんな変な顔してるのか自分でも想像ができないぐらい多分変な顔してると思う。いや多分想像してる以上に可愛いと思うよ。いや結構寝癖とかもつく？寝癖はそうですね、前髪がすごいことになる。あ、そうなんだ。いや多分それはそれで絶対可愛いけどね。なるほどね。まあそれぞれ見られたくないポイントがね、まあ、髪の毛の、はい、やっぱぐちゃぐちゃとかは ね恥ずかしいですね。もう一個やっていいですか？じゃあ道重が引きます。はい、じゃあこちらはですね、今一緒にいるラジオメンバーの人の好きなところを教えてくださいって言って、こちらはですね、みやび夏焼きとローマ字でかっこよく書いてあります。しかもすごいイラストもすごい可愛い。可愛い。そう、みやびちゃん、そう、天使のハートが書いてありますね。まあ一緒にいる、じゃあ神子とあやのちゃんと私道重の好きなところ、どこ、どこ、私は道重さんの好きなところはやっぱり可愛いところと、あとはでもトークが本当にすごい上手だなって思ってて、あの私下手くそすぎて、全然、あの面白い、一人ラジオをファンクラブの方で始めさせていただいたんですよ。それで、まあ、今回道重さんとラジオになるってなって、うんうん、先輩たちみんなが勉強になるね、頑張っていきねってすごいたくさん言ってくださって、なんか嬉しいね。トークが上手なところがかっこいいなって思います。いや全然そんなことないんですけど、そっか、じゃあやぬちゃんから見た神子は？はい、私から見た神子玖良さんの一番好きなところは、あのご飯、牛タンを食べる時の美味しそうな香り。そうなんだ。はい、あの牛タンがとてつもなく大好きなんですよ、ね、本当に。そうなんだ。もういつも牛タン行こうみたいな感じで、はい、たくさんのメンバーさんともね、いつも牛タンを食べに行ってるぐらい、はい、食べ物の中で牛タンが一番牛タンが好きなんです。へー、そうなんです。すごいね、焼肉とかじゃなくて牛タンが。はい、ネギシの白タンセット。そうなんだ、もう決まってるんだね、はい、お店まで指定されるんだね。そうなんですよ。でもいつも牛タンを食べてる時の顔が本当に可愛いです。めちゃめちゃ美味しいです。だってもう今の牛タンの話してる時も可愛いもんね。すごい可愛い。なるほどね。
じゃあ私から見た彩乃ちゃんの好きなところは、はい、なんか一緒にいると安心感があるところ。わかります。わかる、はい、なんか私10個年が違うんだけど、私の方が10個も年上なのに、はい、なんか会うと包まれてる感じがするの。なんかすごいあのお母さんっぽいっていうか。でもお母さんっぽいって私が言ったら おかしいけど、なんかすごいあったかい優しいのすごい、はい、いつも。本当ですか、うん、なんかあだからですかね、なんか結構おかみって言われるんですけど。あ、そういうことなのかな。おかみって言われてるんですよ、はい、そっかそっか、なんか前も言ってたもんね、はい、いやでもなんかすごいこう、まあ、年上の私が言うのはすごくおかしな話なんだけど、はい、面倒見てもらいたいっていうか、こう優しく注意されたい感じ、彩乃ちゃんには見てくれそうですよね。そう本当ですか、うん、キヤーキヤーなんか優しい雰囲気があるなと思って。ありがとうございます、嬉しいです。そういうところがすごく好きです。ありがとうございます。はい、ということで、まあ、今回もいろいろお話ししましたが、来週はどんなお題が入っているのか、来週もここでしか聞けないトークを楽しみにしていてください。以上、深夜のパジャマ女子トークのコーナーでした。ハロードライブハロドラ、今週の金曜日は道重聖美とアンジュルムの上国良萌と河村彩乃の3人でお送りしています。ここからは金曜日限定コーナー、今週はどっちでしょう。このコーナーは出演メンバーやリスナーさんから出される2択に答えていき、あーでもないこうでもないと盛り上がっていくコーナーです。はい、今日神子は初めてということで、はい、今回はどんな意見の分かれ方をするのか楽しみにしていてほしいんですが、はい、神子は何かを選ぶときはスパッと決めれますか？U字札？でも決めれるときは決めれるけど、うん、あーでもこのよしみたいな感じです。神子クリアさんはいつも先輩にどっちがいいと思いますかって聞いてますね。聞いてますね、はい、そうなんだ、はい、人にちょっと委ねて、はい、でも結局自分の決めるんでしょ、最後最終的には。なんかどうしてもやっぱりいやーってなるときはもう自分で決めちゃいます。はい、でこう聞かれた側はね、ああ私と違う方なんだって思うタイプね。まあ、ということで、まあ、今日はですね、リスナーさんからいただいたものと、まあ、私たち出演メンバーが書いた2択の質問が入っているので、まあ、ランダムで入っているので早速引いていきたいと思います、はい、こちらですよね。じゃあこちら、じゃあまた彩乃ちゃんから引いてもらいましょう。はい、お願いします。はい、じゃん。冬と夏どっちが好き？変な飲み方ちゃいますね。いいですね、こうやってね。そうですね、冬と夏どっちが好き？アンジュルム、神子クリア、萌さんからです。はい、神子からでしたね。冬と夏、はい、夏。あ、今は冬ですけどね。じゃあせーのでいいよ、はい、せーの、冬。お、分かりましたね。彩乃ちゃんが夏です。夏、神子は冬です。お、私、道重も冬です。はい、なんで夏が好きなの？なんか夏はなんか気分的に暑いとウェーっていう、なんかアドレナリンっていうんですか、もう毎日楽しいウェーみたいな。あ、夏のイベントとか好きなんだ。はい、はい、夏のイベントがとても好きで、あとなんか暑いとその後クーラーがある部屋に入ると、うん、本当に涼しくて、そういうのもすごい好きです。暑い中からこうデパートとかに入った時の幸せはやばいよね、はい、なんか頑張ったなって自分が感じるんで。それはあるね、はい、電車とか急に涼しいところとか幸せ感じるよね、はい、なるほどね。神子はなんで？私は、うん、あの夏、あのすごい汗かきなので、うんうん、それがすごい嫌で、夏があんまりあれなんですけど、はい、あと日焼けも気にしちゃうし。なるほど。でも冬は私クリスマスが大好きで、うん、クリスマスの時期のそのデパートとかの雰囲気とかがすごい好きなんですよ。あー、わかる。それが好きだから冬が好きです。わかるな。なんか私も街並みの雰囲気が、はい、冬の方がイルミネーションとか綺麗だし、ね、はい、あとなんか夏服より冬服の方が可愛いなっていうのは。おしゃれしやすいですよね。そうなの。あとなんかこう服が決まんなくてもコートさえ着ればどうにかなるじゃん、はい、そういうのこうなんか夏服ってほんと難しくない？難しい。こうワンピースを一枚着たとしても、なんかサンダルとかスニーカーが決まらないとなんか違うみたいな、はい、でも冬は結構なんか何でもいけるっていうか、タイツさえ履いとけばみたいな。こういうよね、なんか何でも決まるっていうか、はい、そこが結構まあ楽だし可愛いっていう意味でも冬が好きですね。そうなんですよ、うん、いやでもね、夏が好きっていう信念を貫いて、はい、これからもウェイってなってね。ウェイってなります。はい、じゃあ次神子引いてください、はい、これにします。はい、はい、もしも生まれ変わるなら女の子男の子。ラジオネームみなこりんさんからです。ありがとうございます。結構これ究極かも。難しいですね。難しいよね、はい、難しいな。どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな、どうしよう、
決まった？決まりました。決まった？神子も。はい、じゃあせーのでいいよ。せーの、女の子。お、2人は女の子。私は男の子。はい、女子ですか？なんか私もずっと、もう本当にここ最近ぐらいまで女の子が良かったんだけど、はい、なんか男の子になってみてもいいかなって思った理由はないんだけど、なんかこう女の子もう28年間生きたし、まあ、次は男の子でもいいかなそんな感じ。なんか特にこれといってやりたいこととかがあるわけじゃないんだけど、はい、あとなんかこう女の子の洋服すごい可愛いじゃん、あの子供服とか、はいはい、なんか実は男の子の男の子供服も可愛いのがすごい隠れてるんだなと思って、なんか先輩たちとかにこうお子さんが生まれた時とかに、はい、女の子とか男の子とかまあいろいろ見て見るんだけど、男の子もこんなに可愛いのがあるんだ今と思って、そうなんですね、それをなんか知って、あ、なんか男の子もいいなみたいな感じで思いましたね。二人はやっぱ女の子がいいんだね。はい、そうですね。なんか生まれ変わってもなんか女の子って言ってもいろんな女の子がある、うんうん、なんてタイプがね、タイプが違うから、うん、多分自分とは違う人になれるってことなので、もう一回生まれた時から人生を歩んでみたいです。どんなタイプになりたいの？どんなタイプですか、ね、なんか例えばこの人とかでもいいし。わかりました。私あのボーイッシュな感じで、めっちゃイエイっていう感じの人がイエイって感じたいです。夏はねウェイってなるしねあのアンジュリウムで言ったら竹内あかりさんとか佐々木理香子さんのようなちょっとイケメンキャラみたいな。いや、イケメンじゃなくてもいいんですけどじゃなくていいの？あのすごい明るくて元気で太陽のような人になりたいですね。なるほどね、今はねすごい 女の子らしくておしとやかだから。なるほど、女の子の中のちょっとボーイッシュな方になりてみたいと。ね、なるほどね。神子は？私はあの外国のちっちゃい女の子にすごい憧れて、だから次生まれ変わるならそうなりたいです。可愛いよね、はい、本当に可愛いよね、はい、男の子も可愛いんですけど女の子がああって可愛いのね。わかるわ、はい、それは本当にわかる。なんかお姫様のドレスとか着てみたい。あー素晴らしい、はい、私もそれにしてもいい？あ、はい、意見変えていい私もじゃあそうしようと、はい、だから女の子ですね。あ、それはいい意見でしたね、はい、かなり共感できました。これからも、たくさんリスナーの皆さんどっちか迷うというテーマを送ってきてください。以上どっちでしょうでした。そしてここではリスナーの皆さんも私たちにやってほしいコーナーを募集しています。盛り上がりそうなゲームや提案などあればじゃんじゃん送ってください。すべての宛先は hello@radio-neo.jp hello@radio-neo.jp までお願いします。このコーナーでは東海地区をはじめ全国全世界のドラええ場所やドラうめえものの情報を送っていただいています。採用された方には社員ポイントを授与。ポイントが貯まれば平社員から5ポイント刻みで係長課長へと昇格していきます。では早速紹介お願いします。はい、ペンネームバースさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ハロドラ探偵社の皆さん、お初です。お初です。熊本出身の神子ちゃんはもちろん知っていると思いますが、さゆみん、かわむーはタイプイエンって知っていますか？先日初めて熊本に行ったのですが、その美味しさに感動したので紹介します。春雨スープにエビ、イカ、豚肉、白菜、タケノコなどの五目炒めと揚げた卵が入っている日本生まれの中華料理です。僕は高蘭亭というタイピーエンが有名なお店に連れて行ってもらったのですが、さっぱりしているけど深い旨味があって、それに絡む春雨がたまりません。たっぷり野菜でヘルシーですし、次行ったら絶対にまた食べたいです。タイピーエン、はい、知ってますか？知らないです。やっぱり神子は知ってるんだ。はい、私逆にこれが熊本っていうのをこっちに来るまで知らなくて。あ、もう普通にもう夜ご飯に出たりとか、夜ご飯っていうか給食で当たり前に出る、はい、聞いたこともなかった。ずっとただの中華料理だと思ってて、まさかの、はい、郷土料理っていうか地元のご飯だったんだ、うん、はい、美味しいの？めっちゃめちゃ美味しいです。そうなんだ。私だからこっちに来てもインスタントのタイピーエンを持ってきてもらいました。お母さんに。あるんだ。でもそれインスタントでもすごい。あ、これ？そうです。美味しそう。なんかちょっとラーメンみたいな見た目なんだね。そうなんですよ。スープ的にはなんかラーメン、さっぱりしたラーメンに近いんですけど。あ、本当だ。あ、で春雨が入ってるからちょっとヘルシーなんだね、はいはい、ラーメンの麺が春雨になったみたいな。そう、美味しそう。なんかトロッとしてる。そんなこともない？サラサラです。もうサラサラなんだ、はい、なんかちょっと中華丼みたいな、なんかトロッとしてるのか、あんかけっぽいけど、もう全然サラサラ派なんだね。はい、でも美味しそう。私はタイピエン食べ終わって、うん、その
スープにご飯を入れて食べるのが好きです。美味しそう、素晴らしい流れ、はい、絶対美味しい。それしかもなんか春雨がはじめヘルシーだもんね。そうですよね、うん、美味しそう、うん、もう本当に春雨スープって感じです。でもあ、そうなんだね、じゃあなんかちょっと夜中お腹空いた時とかもヘルシーだから、はい、ね、いいかもね。いや女子に優しい感じがして、うん、はい、じゃあどうしようかな、これ何万ポイントにしましょうか。じゃあせーのでいいよ。あ、どうしよう、ちょっと待って、悩む結構悩むせーの、4ポイント。あ、みんな一緒だ、すごい。あの、神子自分の地元だから何するかなと思ったんだけど4です。4ですね、はい、ということで4ポイントです。おめでとうございます。おめでとうございます。こんな感じで皆さんからの全国世界のドラ A ネタをお待ちしております。じゃんじゃん情報を送ってください。情報の宛先は hello@radio-neo.jp hello@radio-neo.jp まで。以上、こちらハロドラ探偵社ザワールドでした。ハロードライブハロドラ、今週の金曜日は道重さゆみとアンジュルムの上國料萌と川村彩乃の3人でお送りしています。続いてはふつおたのコーナー。ここでは皆さんからの質問や応援メッセージ、日常で気になったことなど普通のメッセージを紹介していきます。まず最初はこちら、ラジオネームクライマー22さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ハロドラの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞いています。ところで道重さんにはぶっ飛んだキャラのお姉ちゃんがいることで有名ですが、ハロドラでもお姉ちゃんの話が聞きたいです。最近のぶっ飛んだエピソードはありますか？またアンジュルムの皆さんの家族はどんな家族ですか？リニューアルしたばかりですし、自己紹介がてら家族の話を聞かせてください。よろしくお願いします、とのことです。そうなんですよ、私のお姉ちゃん、まあ、ちょっと変わってて、まあ、最近だいぶ大人になったというか、いい感じに成長してきてくれたんですけど、はい、でもなんかこの間すごい面白かったなって思うのは、なんかあの今年の夏に家族でグアムに旅行に行ったんですけど、はい、その帰りにあのグアムから飛行機に乗るときに持ち物検査あるじゃないですか、はいはい、なんかちょっとしたトンネル通るところあるじゃん、はい、そこでなんか通った後になんかそこの警備員というかその持ち物検査をする人になんかストップストップってされてて、両手出されてたんですよ、はい、何を思ったか、お姉ちゃんハイタッチをしようって言ってイエーイとか言ってて、すごいなんかこう海外のノリで、でなんか私それ見ててはっと思って、何やってんだろうお姉ちゃんと思って、はい、誰もハイタッチなんてその前とかもしてなかったのに急にイエーイとか言い出してハイタッチして、その人と、でその警備員だとか持ち物チェックの人がノー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 ストップストップっていう意味だからみたいな、ノーノーみたいな、ワンマンワンマンもう一回戻って行ってきてみたいな感じで説明されてて、あ、お姉ちゃんがあれ、あ、ハイタッチじゃないんだみたいな、海外の乗りかと思ったとか言いながらまた一からこうトンネル入ってきたんだけど、もうそれはちょっと私先に持ち物検査終わって見てる側としてはちょっと面白かったですね。すごい面白いですね。なんか家族なんか面白い人とかなんかいますか？はい、私は、うん、あの4人家族でお母さん、うん、お父さん、お兄ちゃん、私がいるんですけど、はい、あのお父さんがあの結構身長が高くて、うんうん、ひょろひょろしてて、あの私と似た感じの耳をしてて、結構それなのになんかいつもアイドルとか、うん、いえばハロープロジェクトのライブの DVD を見ながらダンスをするんです、テレビの前で。踊ってくれて、なんかこのステップかっこいいねとか言いながらやってくれるんですけど、可愛いね、やってくれるんですけど、もう本当にヒョロヒョロなので、もうホラーマンが踊ってるようにしか見えなくて、見てみたい。けど本当に結構練習してるんです。すごい、やっぱアンジェルムの曲とかもうなんかここのリズム難しいねとか、可愛い、嬉しいんだね、娘がね、そうやってやってるのが。やっぱ彩乃ちゃんのパート踊るの、歌割りではマイク持ったりとかするの？いや違いますね、全然関係ない人。そうなの、方をいつも見てます、そうなんだ。でも嬉しいね、そうやって応援してくれてるんだ。いろんな応援の仕方があるんだなって今思いましたね。すごい面白いね。すごい。神子の家族は？私の家族はあの5人家族で、お姉ちゃん2人いるんですよ、うん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 、だけどあのお母さんが最近すごい猫のコスプレにハマってて。お母さんが？待って、すいません、お姉ちゃんの話したんですけど、お母さんが、ね、すごい、ガチャガチャで猫用の帽子とかあるんですよ。あるね。それを結構そのあれって大人が、はい、なんか会社が、その会社が出してるその猫シリーズのガチャガチャが出るたびに、言っていいの？ラジオで。お母さんびっくりするんじゃない？それをガチャガチャで引いてきて、あるあるある、
猫に3匹猫飼ってて、うん、それにでも4匹目みたいなところのあるんだね、上国良家のお母さん。あ、猫にコスプレです。あ、そういうことね。あ、びっくりした、びっくりした。私ずっとお母さんが全然違います。え、勘違いしてる。ごめんなさい、猫に。あ、びっくりした。すいません、めっちゃ説明下手くそ。大丈夫、びっくり、私が勝手に勘違いしたかっただけだから。だから驚いてたんだと思って。暑い、すいません。そういうことね。お母さんが違う、私は。え、どんなお母さんなんだ。すごい。猫にコスプレしてます。猫ちゃんにコスプレをするんだね。はい、なるほど。ごめんね、勝手に勘違いして。もういろんな想像しちゃった。私お母さんどんな人なんだろうってすごい気になります。普通のお帰りにあんみたいなこと言うのかなみたいな。暑い、すいません、全然違うんですけど。まあそうですね。あ、よかった、普通のお母さんです。猫ちゃんね。猫ちゃんは嫌がらずコスプレしてくれる。そうです、はい、よかった。嫌がったらお母さんする可能性あるからね。焦った焦った。いや、めっちゃ私もこれどういう話の展開するんだろう。びっくりしちゃった。もうちょっとトーク勉強します。勘違いしたの私の方だから。ということでね、まあ、変な方向で盛り上がっちゃいましたけど、はい、2つ目じゃあ神子読んでください。はい、続いてのメッセージはこちら、ラジオネームド直球のカーブさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。金曜日メンバーの皆さん、こんばんは。こんばんは。皆さんはどこまでの範囲なら家着で出かけられますか？先日友達女性に駅で荷物を渡すことがあったのですが、なんとスウェットにすっぴんでした。彼女曰く一駅だし家出る用事これだけだったし何か変とのこと。男の僕でも家着で出かけられるのは近所のコンビニまでなのに、皆さんはどこまでならすっぴん家着で出かけられますかっていうことですね。二人は全然だって、もうすっぴんでも全然大丈夫だもんね。すっぴんですね。そうですね、あんまり気にせず出ちゃうかもしれない、はい、どこまででもいけそう。あ、家着はどこまででいける？パジャマで。パジャマはもう家出れないです。あ、本当に？地元なら結構でも出ちゃいますね。あ、そうな。あ、コンビニとかスーパーとか全然平気、はい、ジャージとかで行ったりとかもあります、うんうんうん。でも家着も種類によらない？そうですね。なんかスウェットジャージならいけるけど、いけるけど、ね、本当にパジャマモコモコしてるやつとか無理です。ちょっと薄ピンク系とかだったら、はい、コンビニもちょっと無理ですね。無理ですね。でもスウェットなん、え、どう、あやのちゃんは。え、私もダメ。スウェットっていうかなんか、そうですね、結構 T シャツとかだと、はい、上にもうコートとか着ちゃいます。あ ー, あーそうだね。だから冬は本当そういうのがいいよね。隠してこう。うん、それはそうかも。確かに一駅行けるのはすごいかも。すごいですね。家電車乗るのは無理じゃない？無理です、絶対に無理。ダメだよね、はい、ジャージで行けるのは近くのコンビニと、まあ本当に駅を使わないスーパーとか、はい、そうですね、歩いて行ける範囲だったらどこまででも行けるかも。でも確かにお散歩なら、とかだったら、ランニングしてる風にこう、そうそうそうよそえるね。そういうことだよね、はい、一駅行けるのは多分この女性かなりの強者だと思います。いやーすごいですね。ということで、このコーナーでは皆さんからどんなことでもいいのでメッセージお待ちしております。宛先は hello@radio-neo.jp hello@radio-neo.jp まで、じゃんじゃん送ってください。夜11時からお送りしてきましたハロードライブハロドラ、そろそろお別れの時間です。はい、今日はどうでしたか？はい、私のお母さんは普通のお母さんです。そうね、お母さんに言っとかないとね。申し訳ない、本当にお母さんに申し訳ないです。ちょっと、そうラジオで言っていい話かな。焦ったよね。ちょっと大丈夫かなと。よかった、猫がコスプレするのね。そうです、猫用のコスプレです。はい、あやのちゃんどうでしたか？さゆみ先輩が、うん、あの話してる途中にさりげなくウインクをしてらっしゃって、はい、笑ってる時に、嘘、はい、片目だけウインクしてて、おおと思いました。嘘でしょ、はい、してないよ。こういうところがみんな可愛いって言ってるんだって、もう本当に共感できます。え、なんだろう、わかんない、自分じゃわかんない。え、無意識です。だってウインクなんてわざわざしないですよ。変えてさりげなく本当に話の流れでなんかウインクしてて、はい、おおと思いました、ね、本当に生で見ちゃったって思いました。キモくない、喋りながらウインクしてるってこと。私いや全然もうアイドルだなって思いましたもん。やだ、なんだろう、え、それ本当に、はい、本当だ
でも可愛いから本当続けた方が絶対いいと思います。でもちょっと意識してないから、はい、逆にちょっとなんかドキドキしてるそうなんだね。ちょっと 今衝撃だけどね新しい自分の新事実を知ってちょっと今動揺が隠せないんですけれども、番組ではツイッターで番組に関するツイートをお待ちしております。ハッシュタグハロドラをつけてツイートしていただいたら私たちが漏れなくチェックしますのでよろしくお願いします。そしてハロードライブの番組ホームページもチェックしてください。レディオネオのトップページのバナーからアクセスできます。そしてアンジェルムライブツアー2017秋ブラック&ホワイトが全国各地で行われています。そして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 ロッキングオンプレゼンツカウントダウンジャパン12月29日金曜日に幕張メッセ国際展示場1から11ホールイベントホールで開催されますが、そこにアンジュルムが出演することになりました。はい、はい、頑張りたいと思います。頑張りましょう。はい、はい、ということで来週月曜日は鈴木愛理ちゃんとジュースジュースの宮本かりんちゃんの2人がお送りいたします。来週も夜11時からチェックしてください。それではハロードライブハロドラ金曜日、ここまでは道重さゆみとアンジュルムの上國料萌と川村彩乃の3人でお送りしました。それでは皆さん Have a nice weekend!